お疲れ様です。今日なんですけども、ついにね来ましたね。はい、こちら見ていただければわかると思うんですけども、強すぎて巨大スケルトンと鏡がね緊急バランス調整来るそうですね。まあ来週と言われてるんですけども、まあ、具体的な認定はねまだ出ていませんということで、バランス調整がまあこの2枚だけですね来ます。はい、キョスケの HP が 5% 減ります。 5% は大きいんですけども、これは下方なのか、まあ下方なんですけどね、どれぐらい弱くなるんだろうっていう結構謎なんですけど、この 5% はそう結構弱くなるのか、あれ京介なんか変わったぐらいのね、感かもしれないんですけども、まあいやそれ歩きすぎだろっていうのがちょっと減るんじゃないかなという、まあ京介の下方。そして鏡がねプラス2レベルからプラス1レベルになるよということで、これはね前もそうだったっすよね。多分鏡ってもともとプラス1レベルを召喚できたんですけど、まあそれだけだとそんな強くねえよねっていうのでプラス2レベルになって化けたんですよね。そうが戻るので、まあ結構使用率も減りそうだなという感じかな。もうレベル16に会えなくなるのは結構寂しいので、それまでにね使いたいなということで、まあキョスケが減るっていうことは、まあキョスケとミラーかな、この鏡とキョスケのセットが結構多かったので、まあそのえぐいキョスケミラー戦術がほぼなくなると言っても過言ではないということで、まあキョスケが減ってくれれば何が強いのってところで、まあメガナイトっしょってことで、はい、僕の大好きメガナイトの時代が近づいてこようとしてますんで、ちょっとね、一足先にやっちゃおうかなと思います。さあメガナイトオールブレイカーです。で対空の僕はねここ最近なんかネクロになってます。はい、なんかネクロがトレンドなのかな、わかんないんですけど、まあもともとはマスケですね。はい、マスケで十分です。マスケで十分なんですけども、まあネクロ採用されてると、でたまにまあ着衣だとかハンターだとかまあいろいろ変わるんですけど、まあ主にはマスケかな。でまあネクロになってる理由はまあこれまたわかんないんですけど、まあネクロのメリットとしてはまあガゴムレとか、あとはマスケだとまあ止まらないゴレとか、なんかそういう系のちょっと大型系にすごい強くなった気がしますね、ネクロになったことによって。まああとはペッカの受けとかがすごい優秀になったりとかで、まあ今まで勝てなかったのに勝てるようにはなりそう。まあ逆に勝てたのにも勝てなくなるっていうパターンも、まあ、全然あると思うんですけどね。はい、さあキョスケ来たんですけど、あと1週間です、あなたの命。はい、キョスケくん、あなたあと1週間後もいませんよと思いたい。いやぶっちゃけ 5% 怪しい香りしてんすよね。うん、まあ、弱くはなるんですけどね、やっぱ弱くはなるんですけど、 5% ってどれぐらい、マジ HP100 減ってもわかんのかな。まあ元々の体力が多いから、そう例えばねウォールブレイカーの HP 5% 変更しますとか言われても、まあわかるわけないじゃろっていう話なんよね。けどまあキョスケとか、まあそれこそゴーレとかって、まあ、元がでかいんで、この 5% でさえもでかくなっちゃうんですよね。さあこれマジでディガーでカッツン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 、コウモリがカッツンカッツン、終わります。はい、えタゲどうなってん。カドディガーだと手前からターゲット取るのか、俺そんなこと知らなかったな。普通にディガーを優先して殴ってくれるじゃんいつも。ということはそれを狙って角にディガーを出す戦術もありってことだよね。さあ学び、カドディガーだと手前コウモリを竹取っちゃいますと、さあこれ圧着いいきつい、圧着いいきついけど、まあ言うてか相手の方がきつそうっすね。さあこれもうだってコウモリつけてまだディガ飛ばすだけっていう、至ってシンプル。さあめっちゃんこ入ってる。さあプリンス出しての、まあどっちに何か来るよっちゅうところで、さあホグを守るを優先。キョスケはまあ適当で、まあネクロ出しとくか。さあ今回の試合に関してとかはまあ、特に活躍してないですけども、まあ相手が中型から大型とか、まあ、陸戦術になった時には、まあ、またネクロが活躍するよねと、まあ、メガナイトネクロの形が結構強そう。今までだと、まあ、メガナイトマスケとかかな、メガナイトマスケもまあ強かったんですけどね、それよりもネクロになった方がすげえ強そうと。
ってことで、まあミラーはあとはどうだろうねっていう感じかな。まあミラー減るといろいろ変わりそうですね。なんかチャンピオン入りのミラーのさ、エリポンミラーとか、そう、まあエリポンミラーぐらいなら今後も強いかも。まあバレルミラーとかも今までってミラーバレルがさ、ローリングバーバリアンで処理できないだとか、ミラー吹き矢がウッドで死なないとか、そういうのがありましたけど、そういうのがなくなるっすよね、多分レベル2じゃなくなったら。なのでまあそういった面でも結構環境変わりそうな気がしてる。さあラバ来た。いやラバ安っすね。あでもネクロだからまあ安っすね。まあラバというかバルーンが安っすね、うん、っていう気がする。さあなのでこれはネクロに頑張ってとどまってもらいたいので、逆を攻めて俺のネクロに触んじゃねえっていう圧をかけていきたいんですけど、もうゴリゴリスケドラ来たし、なんなら反対行ったし、いやマジできつ。これ守りたいよなぶっちゃけ。いや守れねえなぶっちゃけ。いや守れるな、だってネクロやでこっちとら。おお、え言うのか。さあネクロが頑張ってはいる。でこのネクロがちょっと痛そうなのでつなげてあげて、いいよ範囲で、範囲とかじゃねえか。いやーこのスケドラやだな、マジでスケドラやばい、スケドラやばいが、あーいいザップ、墓石が嫌なんだよなっていう。さあオールブレイカー、いや全然流れとしては悪くない。早めに出しちゃおうネクロ。ファイボザップ使ったらコウモリ最強。まあこれはさすがに左降りたい。いやネクロ頑張ってる。いや熱い熱い熱い。あザップで落ちるんでね、ザップで落ちるんなら右を攻めたいけど、え待ってやばい、ザップで落ちる、ちょっと待ってやばい、待ってザップで落ちる、ザップで落ちんのにザップ守りに使っちまうた。ハイボザップででも落ちねえなあれ、やべえこれマジで危なすぎる。普通にやってましたね。なんならなんでだ、なんでバルニアな自分で言っておきながら言ったことでのなんか安心感かなんかで守りに使っちゃいましたね。さあまあネクロ、いや多分これマスケだったらなんか気づいたら俺負けてたと思うんで、まあそこに関してラバに対して多分ネクロの方が間違いなくいいですね。うん、そんな気はする。まあバルーン対バルーンだとマスケの方がいいんですけどね。さあということでちょっと新環境、まあ新環境っていうほど新環境なのかわかんないんですけど、2枚変わるだけなんで、結構環境メインのカード2枚がね加放されるんで、まあ、そういった意味では新環境になるのでちょっと楽しみっすね普通に。変態すぎ、俺もあなたのデッキわかるよ、はい、もうきつい、はいきつい、はいきつい、プリンスどこ行ってんの、ゴールブレイカー行って、もう言うのまで行きたくなっちゃう。取るねコスター、いやめっちゃいい受けすんじゃん。え？さあバルフリです。陸受けがめちゃくちゃきついです。あなた、あなたそんなにっこり顔して陸受けがものすごいきついの私は知ってるんですからね。さあということで今回に関してはネクロじゃなくてマスクの方が良かった、相手がバルーンだって気もするけど、インドラに対してネクロの方が強い。まあとりあえずユーノとプリンスがめっちゃ刺さるんで金ギドやだ、いやーしないでするよね。まあまあなんかユーノとプリンス適当に端前から出すっていうのが大事な気がします。はい、
いやマジでほんでユーノとプリンスゲーな気がする。しかもボーラー相手バカだあれ。まあ、今ランバジャックくんいるからね。よいしょ。いやマジでこのプリンスのゲーめっちゃきついぞ相手。ああそのインドラやだな。あでもネクロが優秀と。いやネクロちょっといいぞでもこう見ると。さあ両サイドアタックアタック取るね。真ん中にボーラー出てくるのかな。うん、さあ相手も相手のでもワンパンされるかもな。俺気をつけなきゃ。ワンパンされます。相手仕掛けてくるか。まあでもどっちがワンパンなのって話よね。本物のワンパンがどっちなんだっていう話で。さあ攻めたはずの相手のタワーがなくなって守ってたはずの、俺が勝ってますということで、これがまあ危ねえたまたまってやつ。まあ勝ったからいいでしょうとマジで危なすぎ。すれ違い通信ですね。はい、守れなかったんでぶっ破して1本取れたぜ、ラッキーって感じで。さあドリル来た。ドリルの受けにもネイクロが強い。まあメガナイトがもともと強いが、サスケがファイアボが来る。結構相手ゴリゴリっすね。ドリルファイアボ来ちゃったね。あーやだー、ザップなんでって感じなんで結構いきます。ザップがよく分かんなかったんで。やばー、何これ、ペッカ工場のドリル版みたいな。いや結構ガチでそうかも。マジで来たらもう走りますよ。来ないか。さあエレキゴーストのファイボザップドリルはマジで珍しい。マジで珍しい。エリババ野郎だ。まあ、エリババもね、キョスケとかにはすごい強いんでね、今の環境も全然弱くない。やばい。姫を守らんかい。おばさんだけども。この言うのちょっときつそう。エレキいんのもやだな。あれ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 あらまあ。さあ。攻めすぎて勝手にダメージが入ってる、ラッキー。オールブレイカー行くと、まあゴーストとエリキですごい警戒してると思うんですよ。なのでちょっと遅れて出しちゃおう。やめてー、やべ変なことした。やべえこれめっちゃラッキー。エリキが入ってほしい。エリキがさ自陣に入ったところで踏んであげると、エリキさよならして、えこれも相手 GG と見せかけてのエリババで来た時に無駄になっちゃうんで、ここは一回ステイですね。そうですね。でまあザップ来たら来たで、その後のもう一回生み出してほしかったな、スケルトン。さあまあこれはエリキ用にユーノ追加してのザップを構えてエリキを突破しちゃうよっていう。よいしょ。うんうん、いやーなんか相性がいいな。ただメガナイト、メガナイトなんだ相手俺かそれ。待って待って、相手の熱気はちょっといい。えなんかログ何やってんだろう。相手の熱気すごいっすね。なんか火力高をマジで。えこれやばい、もしかして俺気づいた。えうまい今のザップ。いやマジで普通になんか負けそうじゃない。メガナイト、じゃあドリルエリババか。あ、でも、いい。いや、めっちゃ受けがうまい。え待て待て待て、冷静に、イカ落ち着くね、俺。おい、ほら。普通に、うまいわい。あ、でも、それなんか調子乗ってます。褒めたらすぐそんなプレイして。お母さん、おこやで。さあ、エリババで受けれるもんなら受けてみーよと、言わんばかりの、この攻め。いや、うまいってマジ。
あ、でもなんか突破しちゃった。あ、突破しちゃった。あ、このデッキの強みっすね、マジで。なんか気づいたらこのメガナイトプリンスネクロっていう、なんだろ、U の追加、コウモリ追加、ザップ攻め追加の、アラマーっていう破壊力です。いや、強いね。いや、これマジで、キョスケいるーと、すごいだるいんですけども、いないだけで、今なんかあんま間違いしてないじゃないですか。いないだけでマジ無双なんですよね。ガチで。まあ、いても全然ね、勝てちゃうんですけどね。いや、メガナイトなぁ、マジ好きだからなぁ。最近まあ上がってる人、まあメガナイト使ってる人いるけど、まあ圧倒的にキョスケの方が割合としてはね、多いっすからね。うん。まあキョスケも正直めちゃんこ減るかって言われるとそうではないと思うんですけど、まあ多少は減ってくれそう。てかまあミラーが減るからなーって思ってますね。うん、キョスケよりミラーの方が見なくなると思う。さあランバータルってことは神器とかまた同じようなデッキ来るっすね。あー、そのデッキ多いな。ボラバル人気なのかな。うん、人気なんだね、間違いなく。これでインドラ誘って、コウモリ追加でザップ打っていっぱい入ってくれると、いやー間に合っちゃったかい。まあユウのよりかはうん、一回待つか。さあまあバルーン正直止まんないので、なんか序盤の間にダメージいっぱい稼いでおける方が嬉しいんですよね。まあここバルーン来たらコウモリで受けつつの逆サイユーノとかでもう両サイ攻めしてね、ダメージ受けるんですけど、こっちもダメージ与えちゃうよっていう、うん、まあいいや。さあ守ってくるね。ランバルがやだ。やべ、ミスった。プリンスですね。ランバにはプリンスがめっちゃいい。さあこのボーラーを抑えた後、うわー、ライドラがいいのか。あ、なんか相手、え、うまいディガー乗っとるね。今のおしゃれです。やべ、あぶね。え、なんで耐えたの。これ耐えれる俺。あ、あーい、煽ってくんじゃないよボケイ。まあこれっすね、ネクロのデメリッターが出ちゃいましたね。いや、なんか序盤にもうちょっとなんかしばき倒したかったっすね。やっぱプリンスをぶっ刺さないといけないのかな。さあということで、まあ、マスケじゃないデメリット、アチクイじゃないデメリットがバルーンぐらいかな。あとはなんだろうね、あとは別にそんな変わんない気もするが、そのバルーンをよく引いてしまっている俺がいる。さあネクロ大砲ってことはもうロイホグかホグかどっちかですよね。さあまあこのデッキもキョスケの火砲でだいぶ減ってくれるといいですけどね。さあファイスピ受けるが入っていく。まあこの U の追加、まあディガーで削ればいいか。
いやーマジでホグが痛すぎ、まあ、あとは適当にディガーコウモリ、このコウモリがファイスピなかった時に爆刺さり、いやーしかもコウモリ散らかってる、いやーめっちゃいいユードも入ってる、入りすぎてね。まあでもここの逆サイホグを僕守れないので正直、まあ、逆サイホグ来たら来たでまあドンマイって感じかな。さあまあ着衣咲いた後なんで端前ネクロを出してもいい気がしましたね。相手これ圧着衣持ってるとネクロすぐやられるんで出さない方がいいかもですけど、うん。さあネクロを失うものの強スキを処理できたので相手のカウンターがちょっと控えめになると。さあでもホグ、いや逆アタックでかで、さあしっかりザップ打ってダメージ稼いでいく。いやマジこれディガーザップが楽。さあ警戒強スキ来ても踏めばいいと。ああこれ止めといた方がいいかもね。止めとくとプリンセスタワーがホグを殴ってくれるので痛いものの抑えれるよね。それうまいな。さあこれちょっと延命してあげてネクロが産むよね。産んでくれると耐えれる。さあ耐えてなんとか勝っていく。今日すげえ。ほれー静かにしてなさいあなたは。さあということでまあ京介こっから HP5% か HP100 ちょっとか、まあまあって感じっすよね。もうちょっとやってもよかったんじゃないかなっていう。最近なんか調整運営なんかいろいろやるっすけどこの緊急加工が結構控えめっていう、カリオーペ教授みたいななんかいなかったっけ、なんだっけ、カリコール、あれなんかいたよね、全然わかんないなんか聞いたことありそうなジブリかなんかに出てきそうな名前なんだけど全然わかんない。おい2種類いるんかい。でも言うのがあドリルっすねこれで、さっきドリル飛んできましたね。さあ大砲ファイボの前シーズン終了間際に大流行しておりました、現在もマルチ上位で使われておりますドリルデッキくん。まあネクロが意外とコウモリとやりこぶりに刺さっていいんじゃないですか、知らんけど。だいぶあーでマジで嫌なのがマイティー、マイティーあの子最近強いんだよな。インドラの圧倒的上位互換ファイブウッドで飛ばすみたいなやつもしかして、わーイエロ普通か、うわエロやばい、これ多分やばいやばいと分かっておりながらの許容したけどやばい、入りすぎだろやばいな、これどうせファイスピーカバー来るよね、うん。さあマイティやばいですね、冷静にザップ打っとけよかったわ、本当に思ってる以上にダメージ受けちまうんで。まああとこの相手が結構うまい香りを出してますとか、うまいですよいしょ。まあ相手のきついのはメガナイトコウモリでヤリゴブリンで処理しようとするところにディガーを当ててくることだと思うんですけど、マイティがいるんでそれもまた難しいよねっていう話で。さあこの辺にヤリゴブリンが、うわーうまいぞ、怪しいぞ流れが。いやーいい位置、まあこういうのでも決め切りたいっすよね俺は。マイティのバグやるかな、あでもこれで刺さんないならもう無理やんっちゅう話よ、硬いって硬すぎるって。いやでもダメージ的にはちょっと追い上げてきてるよな。
や、これネクロだけでもうずそうだけど、マイティーよマジで。これやばいな、無理だと思いながらの、これファイブウッドです。いやー、序盤ダメージ受けすぎだったかなーと思いながら、ザップ打つ場所多すぎー。いや、マイティ強っ、マジで。いや、マイティ強い、強すぎだよね。いや、これちょっと間のトロフィー見るか、しっかり。もうこれで8000いってなかったらマジでやばい。さすがにいってそうな氷してんだけど、あ、8090か。まあ勝ちたかったっすね、そしたら。いやー、マイティー、マイティーはメガナイトプリンスのカトゥーンか、メガナイトユーノのザップでポーンで突破したいんですけど、まだちょっと相手のヤリゴブコウモリのこの位置のちらつかせ加減がちょっとうまかったっすね、大砲置いてからの。普通に悔しい。やっぱ負けると悔しいっすよね、よろしく。なので負けない、プリンス。これもう圧倒的上位互換よね。さあ、生き別れの兄貴登場、行ってこいプリンス、分からせ。これディガーあったら熱かったね。キョスケの裏にディガー飛ばしてプリンスカッツン狙えたんですけど、なかったんで、まあオールブレイカーぐらいで我慢するか。さあ、ダークフリキョスケはまあちょっと珍しいが、あー、めっちゃ珍しいが、メガネ左の方に出した方が良かったかな。まあいいか。おーい、自分からバカに行くなよ、バカか。お、マジか。ちょ、そっち使ったらこっちトラが何が出てくんだい。あー、ユーノの完封消しようとしてるけどミスってる、うまいな。いや、アドめっちゃ取ってんな。キョスケ工場、入らねえのかよ。キョスケ工場か、ちょっと珍しいですよね。まあでもちょっと相性いいんじゃないの、どうなの。キョスケは嫌だよ。でもエレキゴーストエレクトロウィザマジか。チャーブキョスケが嫌っすね、単純に。キョスケのトップが、まあディガーコウモリ、コウモリ大事な気がする。別に眼鏡で行く必要ねえよ。受けて、あー、いい言うのだ。受け豊富だね。ちょっと待って、受けめっちゃあんね。なんかタルーなのがちっちゃいな。うわ、やば、びっくりした、マジで。いや、これ渋いね、なんか。いや、でもダメージ的にはまだ全然参る。マジアチャの警戒しないといけないのが結構渋いな。まあまあ、いや、うまいな、マジ相手。うまいし、ちょっと相性も悪いっていうこの。やばい、お前マジでビビらせんなよ。 5% 減ってるキョスケだったら大丈夫だと思う。
いやマジで京介、京介ちょっとマジ強いんだけど、フィジカルの鬼。いやー、厄介だなーこれー。どっかでワンパンしてえな。いやー、そのマジでちょマジ助かんなー。いやー、やばくねこれ。なにこれ。ちょっと待って、冷静にやばいなこれ。さては絶対勝てねえじゃんぐらいの。いやマジ鬼畜ゲーすぎてやばい。何これ。何これマジ。何これ。キョスケが加工されます。幸せです。はい、キョスケさよなら。おっつ